ありがとうございます。僕たちは M ダンサーズ from エビダンネクストです。配信ライブをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。元気？あ、バスターここ、あ、聞こえてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。コメント欄の方もね、ありがとうございますね、見てくださってますね。はい、僕たち5人 M ダンサーズはですね、今年の夏にエビダンの先輩であるミルクさんのバックダンサーとオープニングアクトとして全国5都市の ZEP ツアーを一緒に回らせてもらった選抜メンバーとなっております。はい、ありがとうございます。すっげー楽しかったですね。めっちゃ楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったですね、本当に。そしてですね、この一部の1曲目に披露したのは僕たちのオーネストという曲なんですけど、それについてね、少し触れていきたいなと思うんですけど、そのオーネストっていう楽曲を初めて聴いた時の感想っていうか、どう思ったかっていうのを聞きたいんですね。はい、早くね。早いな。やっぱりオネストってもうすごいメロディーも、うん、あの歌詞もすごい素敵な曲だから、うん、もうその曲を僕たちがいただけたことがすごいありがたいし、うん、もう早く歌いたいなってすごいずっと思ってました、もらった時は。なんか王子様感。そうだ ね、王子様感すごいよ ね、なんか王子のね、なんか衣装もそうやもんな。そうだね、こういう衣装で そうすげえかっこよくなっております。そしてこのオネストの曲の推しポイントみたいなの聞きたいんですけど、ある方いますか？シャワー。お前すげえメイキングやねんな、ほんま怖いねん。はい、いいよ、ハラ。あのオネストは途中の歌詞で出てくる I promise っていうのを日本語で訳すと約束するって意味で、小指を立ててるんですよ、そこで。で、みんなで約束しようって意味なんで、そこの部分を注目していただけると嬉しいです。なるほどね。そうだね、盛り上がっていきましょう。勝ち確。主役級が並び立つ、狙え一世踏み掲げる、旗は F の頭文字、痛いくらいの視線を背に受けて、世間の称賛を全部かさらっと、言葉は自由な未来がいい、スーパーヒーローコに絶対ついておいで、あっちゅう間に逆転衝動へ OK。叶える夢、這い上がるんじゃなくて駆け抜ける、安心した僕らの未来は、スーパーヒーロー&スーパースターイコール唯一無二の存在で OK。 君の夢を僕らの背中に預けてよ、注がれたら無限で帰ろう、最高の笑顔だけ For you、君のすべて釘付けになれ、恋も若きもよっといでさ、その目開いてとくと見よう、将来は有望で、つまりは勝ちは確定です。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、勝ち確でした。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？どうかな、どう楽しいみたい。おコメント来てますか？コメントは楽しかった、本当に好き。お、素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
バトボのね、楽曲選抜メンバーはお着替えがあるとのことなんですので、短いですが一度この辺りでね。以上、M ダンサーズ from エビダンネクストでした。バイビー、また後でね。バイバーイ。ぶつかる、危ない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 。バイバイ、お三方さようなら。ここからは私、大西翼と原昭和の2人でね、コメントを拾いつつトークをしていこうと思います。いいですか？はい。お前元気やな。はるくんかっこいいよ。そんなこと知ってるっちゅうねお兄ちゃんしてる翼くん、めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃわかる。お兄ちゃんしてる翼くん、俺そんなお兄ちゃんしてますか？してる？してる、めちゃくちゃ。ほんまに？めちゃくちゃありがたい。マジ？兄弟くん。俺と？マジ？なんか僕は割とオーネストがすごい好きなんですよね。なんかケンティとかは腹も価値格が好きやろ。価値格の方がすごい、価値格が好きって言うんですよ。僕はなんかオーネストなんか綺麗に踊る感じの曲が楽しいですね。なんかかっこいいなと思います。あ、価値格、価値格ですね。あ、価値格が多いねんな、やっぱり。みんな価値格やね。オーネストなんかもおらんの俺と。まあやっぱりいっぱいあるので、すごい楽しめると思います皆さん。そうですね、オネスト、でも価値格は初期ミルクみたい。ああ、頑張ります。確かにそうなんかな。あ、オネストの王子様感がめちゃくちゃ好き。ありがとうございます。あ、オネストの王子様が好きです。あ、僕に合わせてくれる感じですね。ありがとうございます。皆さん、なんか気になることありますか？たくさんコメントをしていただいたら、それをところが生だけいきます。すごいですね、はい、俺もあんな風になりたいもん。大丈夫です。あ、喋るんだから、にかまってくれるじゃないけどさ、いろいろ喋りかけてきてくれたりするし、頼ってくれるところがあるので、みんな可愛い弟って感じがしますね。なんか最後に一つだけ拾って、それ答えたら終わりにしましょうか。なんか好きなやつ拾って、一番心を、何でもいいよ。大丈夫、何でもいいです。これはマスターの口抜きだと思うんだけど、ハルくんが、まあ、好きなところとか、なんか好きなところ、ハルの好きなところ、ハルの好きなところは、そうですね、なんか部屋にいたらめっちゃスイッチ入るけど、オフの時にその差が激しいですでもそういうところもめっちゃいいところだと思います、ハルの。なんかみんなが緊張してる時とかに率先してなんか場を和ませようとしてくれるところとか、今とかね、レッスン中とかも気合い入れるスイッチが入ったらちゃんとピリッてするので、僕のこといじめてきますけど、めちゃくちゃ助かります。僕のこといじめてきますけど、どこが好き？春の。とにかくなんかごめん、なんかなんて言うの、最初僕が入った時はみんななんかもう初めてだから硬かったけど、春くんだけはなんか入りやすかったのか。そうやな、本当みんなに対してフラッと本当かいな。そこが好きなところです。俺は当てて、はい、たくさんコメントありがとうございました。ありがとうございました。そろそろね、次の準備ができたということなので、僕たちはちょっとあっちに移動します。はい、ということで話は次のコーナー紹介お願いします。ここからバトルボーイズ楽曲選抜の登場です。どうぞ。